では人より早く結果を出す方法シリーズ第3話禁止令について話していきたいと思います。この禁止令っていうのは、やらないことを決めてほしいって、やらないことっていうのを決めてほしいってことなんですね。自分の中にルールを作ってほしいですね。多くの人が目標を、ね、こう達成できない大きな要因として、このやらないことっていうのを認識していない、決めていないっていうのがすごい大きな要因になってるんですね。一本のこのコンクリートのね道を想像してほしいんですけど、ゴールは、出口はね、この目標達成で、そこまでのね一本道が、もしコンクリートの道で他にねよそ見をすることがないような状況だったら、まっすぐそこにたどり着けますよね。だけどその出口までの間に映画館があったり、マッサージ屋さんがあったり、美味しそうなレストラン、中華料理屋があったり、こうお寿司屋さんがあったりとかしたら、こう目移りしてなかなかたどり着けないですよね。あなたはそういうね誘惑をね、もう意図的にない状況っていうのを作ってほしいんですね。僕だったらこのやるべきこと、朝この YouTube の動画を撮影するが終わるまでは LINE をね開かないっていうことをルールとして設けてます。 LINE やねパソコンのメールを見ないっていうことをねルールとして持ってて、それが終わるまでは何があっても LINE とかをこう開かないっていう禁止令を自分の中に作っていて、そうすることによってもう余計なことを考えなくて済むんですね。朝起きたら、あ、じゃあまず撮影しよう、動画のね撮影しようってこう考えて、ただ無心でねそれだけのことを考えますよね。これができるかできないかでかの積み重ねが結果に大きな影響を与えてくるんですね。自分でね意図的にこのコンクリートの一本の道を作るっていうのをねぜひ意識してみてください。すごくね大切な要因になるので、概念になるのでね、参考にしてみてください。今回は以上です。ありがとうございました。